ヨーク川はアメリカ合衆国バージニア州東部を流れる長さ約40マイルの船舶航行可能な川である。川幅は水源で1マイル、チェサピーク湾西岸に注ぐ河口近くで2.5マイルある。その流域にはバージニア州北部海岸平原と州都リッチモンドの東にある17の群が含まれている。ヨーク川流域は バージニア植民地の初期開拓が行われた場所であり、アメリカ独立戦争と南北戦争では重要な役割を果たしたことで、アメリカ市の中でもその重要性は大きい。ヨーク川はリッチモンドの東約41マイルにあるバージニア州ウエストポイントで、またポニ川とパマンキー川が合流するところが水源である。パマンキー川に流れ込む南アンナ川までを合わせると、 総延長は約214マイルとなる。ヨーク川はチェサピーク湾に向かって南東に流れ、南岸に位置するヨークタウンの東約5マイルで湾に注いでいる。ヨークタウンからグロスターポイントにはジョージ・ P ・コールマン記念橋でアメリカ国道17号線が川を渡っている。バージニア半島はヨーク川と南のジェームズ川に挟まれており、 1781年10月にアメリカ独立戦争の最終段階の現場となった。ヨークタウンにいたチャールズ・コーン・ウォリス将軍指揮下のイギリス軍は陸からはジョージ・ワシントン将軍の大陸軍、海からはフランス艦隊に追い詰められた。ヨークタウンの包囲戦でのアメリカ軍勝利の結果としてコーン・ウォリスは降伏を強いられ東部での戦いを終わらせることになった。 南北戦争では同じ地域が1862年の半島方面作戦の舞台になった。ジョージ・ P ・コールマン記念教養ク川はアメリカ州の先住民族からはパマンキー川と呼ばれており、17世紀バージニア会社の植民者からは当初チャールズ川と名付けられていた。川の北岸、現在のバージニアのミドル半島と呼ばれている地域のグロスター軍では ポーハタン連邦の州長、ワフンスマコックが、ウェローコモコと呼ばれる連邦の西首都の一つを支配していた。現代では、ヨーク川州立公園が、ジェームズシティグイのヨークタウン北西、川の南岸に沿って位置している。南岸にはまた、キャンプピアリーやアメリカ海軍のヨークタウン、海軍武器基地などいくつかの大きな軍用地があり、さらには渡りを行う水鳥にとって、 生態学上重要と考えられる湿地と森の広大な保存地域もある。アメリカ合衆国国立公園局のコロニアルパークウェイはウィリアムズバーグとヨークタウンの間のこの自然景観を抜ける自動車のために牧歌的な道路を提供している。ヨーク川を渡る唯一の自動車道路は跳ね上げ構造のジョージ・ P ・コールマン記念橋であり、ヨークタウンから グロスターポイントをつなぐアメリカ国道17号線となっている。最近掛け替えられ拡張されたこの橋は有料で機体機のみ自動車1台につき2ドルの通行量を徴収している。この橋はバージニア州でハヤブサの映像を行わせる特別プログラムの場所の一つとなってきた。ありがとうございます。